はい、皆さんこんばんは。それでは、今回はコリーナレガシーというゲームを遊んでみたいと思います。コリーナさんの遺産っていうゲームですね。最近日本語化されたみたいなんで、早速遊んでいきましょう。ジャンルとしてはサバイバルホラーになるみたいです。なので、ゲームオーバーありの、一応戦闘っていうか敵が出てくる系のゲームっぽいですね。まあ、事前の情報ですと、その、おばあちゃんの遺産をめぐるって、トラブルかどうかは知らないですけど、その、おばあちゃんの屋敷から逃げ出す系的な、まあ、コンジングハウスじゃないですけど、まあ、あんな感じのゲームみたいです。一応ね、そんなに文章読めなくても遊べれるということだったので、まあ、日本語化されているとはいえ、字を読まなくても遊べそうです。さあさあ、こういうオープニングって最初すげえホラーゲームのオープニングでわけわかめなんですけど、マミーマミーピエトロピエトロ where are you? Help me! It's Alex! Help! Someone help! Help! ピエトロ、アレックスという3人の名前が出てきましたね。なんかやけに目が気持ち悪いな、これ。このカニ。ん?でも、ん?ぬいぐるみなのか、これ。なんかしょんぼりした眉毛がついてる。妙に目が生々しいカニのぬいぐるみ。Mommy's here, my baby. Mommy's here. Mommy saved you. I'm here to take care of you. 本当にホラーゲームの最初のオープニングってわけわかんないですよね。雰囲気大事にするから。だいたい意味がわからない。あ、始まりましたね。いいですね。どこかへ向かってる系の。窓ガラス汚ねえな、なんか。There's absolutely no reason for worrying, Nina. Your mother is all right. You know how she is, always thinking the worst about everything. Yes, I know. That's exactly the reason why I worry. Maybe she's done something stupid. I don't think so. You'll see when we get there. She might be a little upset for whatever reason you two fought, but that's all. Why do you assume we fought again? Anyways, I don't know. It's been a long time since, you know, I'm...Just afraid of what she's gonna say. おばあちゃん、奥さんの実家に向かってるっぽいですね。You know, we spend time together as a family. You, the boy, and I. I like my weekends with him. But I also like to spend time with you. Not now, Pietro. That's not the time. Honestly, I just called you because I was desperate and there was no one else I could call.わけありっぽいね。旦那さんと奥さんはもう別れちゃってるっぽいね。Mom? Yes, honey? I had a weird dream, Mom. 結構大きい声だ。There's still a while to go, hun. Oh, the rain is so soothing. Why don't you go back to sleep? You can tell me all about your dream later. Okay. Can you wake me up when we get there? I want to see Granny too. Granny, おばあちゃん。やっぱじゃあ奥さんのおばあちゃんに何かあって、で、行くんだけど、多分なんかよからぬことがあったんだな。だから、別れた旦那さんにも来てもらってって感じなのかな。さあ、始まったかな。Mom, where are you? 息子が主人公なのか?I asked you to wake me up when we arrived. なんか思ったよりか大きかったな、息子。まあ声も確かにそれっぽかったけど。甘えん坊だからもうちょっと若いのかと思ったけど、意外と言ってそう。いいで周囲の状況に働きかけます。どういうこと?風に語りかけんの?風が語りかけんの?風が語りかけます。はい。学者の話。お守りが光に反応するようだ。なぜそうなのか、未だに完全に理解はできていないが、本質的にそうなのだ。そうなのか。
斜め読みしても、うん、意味わからん。あれですね、中二オツって感じですね。中二病オツ。まあ日本語化されてるのはありがたいですね。灼熱の深紅の書物、中二病っぽいですね。表紙に奇妙なエッチ加工がされていると。とても奇妙なエッチな加工がされているんですね。んー、なんだろう、キーアイテムかな。人形の糸、HP 回復する。へえ、回復アイテムがありますね。ということはダメージを受けて死ぬってことですね。死ぬのか俺。なんか光ってるけど、待って、これ。はい。絶望の手紙。私の親愛なる娘へ、この数週間の間に起こったことを君に伝えるのはとても悲しいよ。一睡もできないんだ。夜はひどい悪夢にうなされるし、日中も調子が悪く、家中に奇妙な声が聞こえるんだ。まるで何者かが私の後をつけまとって、ぴったりと監視しているようだ。きっと、暗闇に何かが潜んでるに違いない。それは私をあざけり、私に残っているわずかな正気を奪おうと、弱みにつけ入る隙を見計らっているんだ。私は絶望し、すべての希望を奪われたので、手紙を書くのだ。手紙を書くのだ。もう光を見出すことができない。私たち二人が仲が良くないことは承知だが、どうか誰かを私のところによこしてくれ。あ、これでおばあちゃんは助けを呼んだんですね。ここから私を連れ出す勇気があり、ここを出ていく手助けをしてくれる誰かを。今も自分自身を刻一刻と失いつつあり、この場所に狂気に乗っ取られようとしている。電話をしようとしたが、電話は私のただ期待を裏切るだけのようだ。多分電話は繋がらないんでしょうね。私が終わりを迎えるのも近いだろう。どうか助けてくれ。まあ、これがこのゲームの目的ですね。うん。手紙を下の方、大雑把に書いてますね。ということは、ということは、おばあちゃんは、の家には多分、お、懐中電灯です。なんか音はすげえな。なんだ？つけたり消したりできる。なんだろう、ドライアイスが急に置かれたぞ。何これ、ドライアイスか。何、いにしえの神のお守り。 OK、 お守りを使います。あ、うわー、何これ、どういうこと、お守りを使う。あ、何何何、彼らが私にも与えた文字が出た。グリフを選択します。グリフ、死のグリフ。命を奪う者からの贈り物。かつて生きていた者のエッセンスを吸収し、沈黙が支配している次元の狭間を放り込む。中に落ちですね。アレックスを邪魔するのに対抗するために協力アイテムらしいね。死のグリフ、攻撃アイテムらしい。あ、もう一個あるのか。もう一個ある、もう一個ある、もう一個あるね。門のグリフ、月のこの魂の一部が含まれている。人間と神とを結ぶ道を守り、その鍵を壊す力を持っている。昔月の子は扉を封印しようとしていた。今は月の子が変わり、月に変わってお仕置きだそうです。なるほどね。どうやって使うの？ん？ちょっとどうやって使う？右下のあれなんだこれ。右下の、あ、あー、変わった変わった。どういうこと？多分これが攻撃、攻撃で、こっちが扉を壊すって。まあいいや。私が彼らの名前を与えた。私の名前を知っているか、伝統彼だって。なんだあれ、なんかいるぞ。これお母さんか。
かつてお母さん、お父さんはあなたを殺そうとしたって、まあ、だから溺死させようとしたからお父さんが言ってたのか。具現化した本物の恐怖、操り人形の紐がついているみたいだ。前回何があったか思い出す。私が始めたことに終わらせなさい。あなたはその名前を知っている。なんだろう、 DMM とかなんかのエロゲかなんかの CM みたいですね。とにかく文字がいっぱいある。パパママどこへ行っちゃったのだ。あれ電池やばくね。右下の電池点滅してね。これ攻撃だっけ。コンセント、これコンセント USB タイプの充電ではないのか。そりゃそうだよな。なんだこれ、なんだこれ、鍵がかかってる。何光ってるんだろう。まあいいか、じゃあ調べていきましょう。狭えな。これはうわ、なんかすごいとんでもない血便が。しかもホカホカですね。What the? Is that blood? 生まれたてですね。待って待って待って。やっぱ電池やべえな。電池やべえ。なんか光ってる。調べていきましょう。何これ。鼻？あ、上がある。白鳥を思い出す。あ、バーってコンセントで充電しよう。充電できなかったよね。コンセントで充電しよう。USB タイプだったらって、あとになって使う。ダメなのか。エネループが必要なのか。じゃあ電池やべえな。下行ってみましょう。ポン、死のグリは敵から身を守るに使いましょう。敵から身を守る、これで攻撃やっぱできるってことですね。今映ったなんか、わかりました。いいですよ。アランウェイクすればいいんですね。振動。アレキサンダー・マセリアは15歳の頃シラの人々から振動で考えられていた。これ主人公か、アレックスね。この子ですね。国際チェス優勝者のファイナリストとして座を確保した。ああ、主人公チェスのファイナリストみたいですね。Too bad I lost that match. ゲームに負けてしまった。君はチェスができるのかい？チェックメイトのやつですね。よく知らないですけど。チェスか。ここにもこんなとこある。なんか臭そうだな、ここ。新聞記事、狂人が逮捕された。狂人が町から排除され、シラの住民はやっと安心して眠れるようだと。長いな。漢字が多くて目がチカチカするね。この窃盗犯はまるで自分に鍵に怯えるかのように何かに怯えていたようだった。これはまさしくコンジュリングハウス化してきましたね。コンジュリング化ですね。なんで2回行ったんだろう。ごめんなさい、すべての、あなた、読めない、漢字も読めないし、不幸なメッセージ、最後に起こったことを忘れるのは何だろう。メメントっぽくなってきましたね。これに触れないわけがね。なんでこんなノリがついてんだこれ。なんだろうこれ、臭そうだけど。こっち行ってみようか。渡されていない誕生日カード。愛するアレックス、16歳の誕生日おめでとう。あなたを病院に呼び、おばあちゃんもこのカードを渡そうとしたんだね。ただ届かなかったわけだ。なるほど。ふう。走る。持つ。レフトシフト。レフトシフト？ん？あ、電池が。Mom, stop saying those
those things to Alex when he calls you. You've already turned my husband against me. Now you want to do the same with my son? Just stop it, or else I'll forbid him calling as well. You wouldn't want that, would you? そんな怒んなよ。Mom, are you there? Is everything all right? Call us back when you can. Mom, I'm worried. I've heard the news from the village down the hill. We've been trying to contact you for a while.I know you're still mad at me, but please, at least answer when Pietro calls you. Mom, I know you're there. Stop playing stupid games with us. Sorry, I just... we're so worried. We want to go and check on you. We're on our way there. Talk later. お母さんとおばあちゃんはやっぱ仲が悪かったんですね。で、かけてるうちに連絡が取れない。うるせえな。取れないからびっくりしちゃったね。かけられる？あ、じゃあまずいつもの奥様、行く行く奥様とりあえず110番しときますか。助けておまわりさん。ダメですね。仮面ライダーファイズ、ダメですね。変身できなかったか。そしたらじゃあどっから行こうか。敵出てくるかな。あ、これあかんやつや。あ、ここもあかんやつや。ここ正面玄関、調べられないやつですね。ディプスの背中を無電池が、電池がやべえ。なんだこれ、なんやこれ。人工物、ここも分からん。あかんやつだな。なんかめちゃめちゃうるさいね。調べていきましょう。反逆者の愚行、テルリアン、照れますね。あ、あった、バッテリー充電器、エネループあった。これですね。03210、待って、なんか書いてあるな。これ032107、電話番号かな。勝手に回っちゃうんだよね。マイリトルポニーみたいなのが書いてありますけど、032107、電話番号かな。まあいいや。充電、ちょっと待って、先充電してくか。充電、うん、ドラウン何が違うの？違うんだって言ってるけど、ここに充電あったよね。よし。おい、充電中って時間かかんのか。そうか、違うんだって何が違うんだろう。まあいっか、走って逃げよう。出てきたら調べていきましょう。白ゲイ研究その1。研究のデータです。ほとんどの被験者は実験を完遂することができなかった。誘拐と拷問。出ましたね。また実験的な何かのレポートですね。おばあちゃんが関わっていたのでしょうか。ニーナからの手紙。ママは私の授業行っちゃってよかったわけじゃない。少ないのか。おばあちゃんが息子アレック、孫のアレックスと連絡を取ることをよしと思ってなかったみたいですね、お母さんはね。うん、光った。何これ。あ、またですね。2つ。何に使うんだろうか。まあいいか。それよりも。何これ。本かな。うん。入った。ほいほいほい。最近この手の謎やったばっかりですね。お、鍵発
験、そして人形の糸を回復、回復し、誰か来た、待って、回復回復回復、今は使えない、まあダメージ受けてないもんな。伝えた、彼は話をあなたに伝えたいだけだ、彼らは始まったあなたに伝えたい、電池いけてっかな、あっ OK、 これってもう一回セットできんのか、あ、できんだね、よし OK、 行こうか、どこの鍵だっつったっけ、この部屋の鍵か、私のせいではない、私できることは全て知った、なんか暗号だな、というかさ本当がダサいごめん、本当がこれは彼のデザインが、そうなんだ、うん、ダサいよこれ本当。調べられるところになったら鍵が使えんのかな、使えないよな、あ、ここかな、 OK、 いいぞ、それは嘘をつく、波の下で眠る、恐怖で震える、あまり意味はないのか、この言葉に。そうは書いた絵だ。また絵があるね。これで三つ目だ。なんかで使うんだろうな。どこすればいいんだ。鍵が。手に入ったのは A3 枚か、敵出てこないね、開かない、あ、そっか、これか、門を開ける鍵、扉開け、あれ違うのか、ん、違うのか、こっちなの、あ、違う、2階の鍵か、取っとくか、2階の鍵かな、2階の鍵、鍵か、鍵鍵、あれ鍵なくなってる、あ、違う、これか、あ、これだなるほど、門を開く鍵ってこういうことか、はいはい、人形を使ってセーブする、これが攻撃、これが鍵っていうか、なるほど、サイコロックを外すのはこれなのね、オッケー、さあ行きましょう、敵は出てこねえじゃん、待って待って、ちょっと待って、またドライアイスが、何あれ、あ、壊れた、何が月のオーブのかけら、月のオーブのかけら、なんやろ、セーブができる、へえ、じゃあセーブします、はい、 OK です、また番号が、進行したら確実にセーブしてください、なんかめたいな白鳥のコードを読み解けば全てが明らかになる、あ、待って、まだ落ちてる、若かりし頃のアレックスの芸術品、僕とおばあちゃんとママだ、ミーガンマン、アレックスが一番でかいじゃん、アレックス、これさ、ほら、なんか花を飾れそうじゃね、
順番は違うな。だから1枚どっちにしろ足んないね。バイオハザードのさ、少女の成長記録みたいな、ワンの画廊のやつみたいですね。ちょっと1枚足んないし、間違ってるかもしれない。まあ、次行こう。で、これはなんだこれ、テント線しかない。テント線しかない。テント線しかない。アクションのコードが読み解けて、すべてが明らかだ。じゃあ、モールス信号みたいなもんだな。コード。どこがスタートなんだ？だいたいわかるぞ、意味が。光った。1、2、3、4、5。ま、もう一回いい？ 1、2、3、4、5、6がこれ。あ、わかった。じゃあ、長さだな。ティーかな。ほら、当たった。これは簡単だな。はい。謎解きゲームなのかな。祖母の宝石箱、開け方を教えてくれなかった。なんだろう。あー、残念。S がない。セックシーにしたかったんだけど。なんだろう。あー、すべての単語があるわけじゃないってことは、すべての単語があるわけじゃないってことは、これか。アレックスだ。なるほどね。アレックスか。X が出てくるってことはそういうことやな。にやるほど。ダイニングルームの鍵。ダイニングルーム。ダイニングルームって、1階のあれかい？でも、糊みたいのが。ダイニングルームって普通これだよね。大丈夫なのか？いや、無理でしょ。違うか。じゃあ他にも部屋があんのか。ここか。じゃあよし、入りますよ。わお。待って、どうなってる。ちょっと閉めていい？あ、影だ。影か。なんか、あ、これかな。はあ、何になるんだこれ。なんか後ろの動いてるの何。あ、自分かこれ。ちょっと待って、なんかヒントがあるかもしれない。いやー、もう中二病っぽいことしか言わねえな。何なんて書いてあるの。今しめ。何この光。あ、反射してるだけか。彼らに与えよ。何をくれるんだい。ほぼは苦しんでいた。ヒントは、ヒント、うわ、長っ。ちょっと待って、下の方見えない。フンドノーで下見えない。スクロールもできないし。フンドノー、
読めないけど、右上の。なんだろう、首が吹っ飛んでるね、これ。デュラハンなのかな。デュラハンか。まあ、これやりましょう。なんだろう。なんだろうね。ちょっと待って、このさ、この棒だよね。この棒が、先っぽが尖ってるから、これがどっかに繋がる。この棒があれか。尖ってるでしょ？で、こっちの三角の先っぽの方も、ほら、尖ってるじゃない。これを合わせりゃいいんじゃない？ほら、こことここ。なんか汚ねえな。矢印。でもなんか、そうだよね。ほら、あった。矢印になったね。で、あとは？あとは、これは。あ、違う。なんか、なんのあれかわかんない。どれだよ。これ？これか。お、勝手になった。何？お守りか。光のグリュ、光の剣はダウシュ一応刻まれて、光の、絶望の闇を清めることができるエネルギー。何笑っとんねん、うるせえな。絶望の光を清めるエネルギー、これか。つうか、さっき絶望の光を清めるように、ちょっと待って。これが攻撃手段でしょ？で、これが門開けでしょ？光の遅れで絶望の闇を清めることができる。何を使うんだろうね。絶望、あ、じゃあ、あれか、その、糊みたいなやつをこう、清められるんだね。あ、ちょっと、なんだ？ちょっと待って。拒否っすか。いやー、なんかいる、なんかいる、ちょっと待って。効くのか、これ攻撃。よし。やべ。ちょっと狭い。距離が欲しい。やれるのか。アラームウェイクできる。よし、アラームウェイクできるぞ。来い来い。あ、痛い。よし。いや、やってない。よし、やったぜ。アラームウェイクか。回復もできる。 X で回復。なるほど。 HP ゲージが下で、これでダウンして、これで清めるのかと思ったら、そうではないらしいね。電話うるせえな。さすがサバイバルホラーだ。やっと本編始まったか。バレンティナ。え、誰？Granny。おばあちゃんなのか。Where are you? Where's mom? Please, Alex. It wants you to remember last time you were here. おばあちゃん、コリーナさんじゃないんだ。うるせえな。コリーナさんじゃないんだ。多分これでしょう。はい、やったー。聞いてる的には右のさ、このゲージがグイーンって回るね。攻撃、あ、充電しておこう。攻撃が効いてると、消しとくか。
あ、やべえ、なんか文字が出たのに見なかった。どうしよう、もう戻れませんだった。どうしよう、今充電しちゃった今。あ、中に入れて。あ、戻れますね。ちょっと一回充電セーブしてこよう。セーブしてこよう。あれ、あ、元に戻ってる。なるほどね。まあ長くなっちゃったね。今回はここまでにしようか。敵1体しか出てこなかったな。もっとガンガン襲ってくるのかと思った。まあまだ序盤っぽいからね。ここの謎も解けてないし。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。